オーバーエイジワークはもう、で、あの、来てくれる人がわかんないですからね。だから J リーグの中から選ぶんじゃないですかね。うん。この人たちの中から呼んでいいですよって話だとできるんだけどね。冨安だ、遠藤だっていうのはリアリティないじゃないですか。坂井宏樹いいっすね。うん。坂井宏樹がな、いずれセンターバックやってくんないかな。ていうかまあ、ね、いずれやることになるっていう話はしてましたけど、走れるんでまだサイドバックやりますみたいな感じでしたね。前お話したときは。僕は前言ったのは、松木栗生いて。 藤いいいてて平川いてみたいなセンターバックにオーバーエイジの庄司とか呼んでという青森山田とか町田とかで黒田さんの指導されてる人呼んであのサッカーやったら日本強えと思うんででも大岩さんってこのフットボールへの思想性が弱いのが選手のアドリブに出るからじゃそのアドリブ出す選手たちがソリッドのサッカーやる人たちだったらいいから外側大岩ジャパン内側黒田ジャパンみたいなのがいいなと思ってますけどねで世間的にはセンターバックって言われてますけどね誰を呼べるかだね も,2勝も悪いい選手じゃないからねだからどのくらいの約束ごと与えられてどういうチーム作りの中でセンターバックの役割を任されてるかっていうのもあるからマスチラーノはオーバーエイジでメッシー呼ぼうとしてるっていうねマスチラーノは呼べそうだから、ね、メッシーが怒ってるマスチラーノが一番手に手つけにくいって言ってましたからねみんな怒ってるメッシーには話しかけられないみたいな練習のゲームで負けたメッシーには話しかけられないって言ってるけどそのメッシーが話しかけられないのがマスチラーノですからね皆さんはオーバージ誰呼びますか あれですけどね、呼んでいい人のリストもらってそのリストの中で今 U23 って呼べる人よりもこの人呼んだら確実に戦力的に上積みになるって人を呼ぶっていう感じだからその呼べるリストが分かんないからね誰でも呼んでいいって言うんだったら富安と遠藤と誰だろうね富安遠藤久保とかなんじゃないですかそんなわけがないからねでもワンチャン誰も呼ばないもありますよね U23 の選手の方がいいなってなったら。 細谷よりいいフォワードで呼べる人のは誰いるんだとかね平川よりいいウイングで呼べる人誰いるんだってなるだろうからねなんかあれだね大家さんなんか電車の窓から風景見る子供みたいなワクワクしてるわね。 谷口君エスパチャありがとう、えー、質問ですこの試合センターバック退場しましたがレオスサンナはファイブバックにするか前線削ってフォーバック継続するかどちらにしますか時間帯や点差の条件は同じとします僕だったら、まあ、あのまずベースの戦術が違うんで自分のチームでよくやるのは442で1人少なくなったらう,うちの前はもう同サイド合宿で全部はめちゃうんですよもう逆サイドにボール出されないみたいな出せるぐらい相手の技術高かったら反対行った時みんなで走ろうなんでなんでこういうふうに同サイドを全部埋めるんですよもう人が受けに行こうとした でこういうふうに相手がこうなってたらここゾーンで守るし人降りてきたらこうついてくしみたいなで反対側には出させないとこれが一人減ったら一人減った状態でこれやるだけです埋めに行く埋めに行くっていうこれってこの哲学を最初からうちのチームがは浸透させてるから普通にこの4222の状態からこの相手のダブルボランチをツートップ下が抑えるこういうふうにサイドバックに出させてこっからね全部こうずれてくずれてくずれてくってこう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 。こう こう2-2の状態からキーパーから出た側出た側にこうウイングずれてくボランチずれるほかの人降りてくサイドバックもずれるここ降りてくこれもボランチずれてくかこいつがついてくの遅れそうだったらそのまんまついてくみたいにしてで反対側はいらないから捨ててこういうしてっていうこれを徹底してやるからこのこれがまずベースにあった上で1人減ってもそれ同じことやりましょうっていうやり方だからそうだから僕が日本一聞いたらうんまずベースどう設定するかってところからですね 今の戦力、今の自分の環境だと、この戦術がベストだと思ってるんで、思ってるっていうか、まあ、実際そうだし。あ、っていうか、サッカーって、監督の試合中の修正ってさ、なかなか効かないから、で普段できてることできてない選手にこれできてないから気をつけようねは言えるんだけど、こう変えてこうみたいなって、ほんとむずいんですよね。このロングボールに対してサポートいないよね。一人少なくなっても面白い試合、面白いんだよね。この間のね、町田川崎みたいな。キーパーいいよね、こ,これプレオブライオン。オリンピック代表、大丈夫かみたいになってるじゃん。 オリンピック代表に藤尾と平川行くじゃん。で、センターバックにさ、センターハーフ、ボランチに松木玖生入れるじゃん。で、センターバックオーバーイージ枠必要みたいな。だから富安とかあの辺は呼べないけど、J リーグでコマンダーになれる選手。で、誰っていうので、庄司とかさ、このクラブが出してくれそうな選手で、コマンダー力高い選手。ってなるとさ、センターラインさ、町田とさ、青森山田でさ、それで平川もいたらさ、黒田ジャパンみたいになるな、みたいな。<laughs> 442でね、黒田さんのサッカーみたいになったら、それこそね、後ろでね、ポジショナルなサッカーできなくて、こう、配置が整わなくて、その中で繋いで、こないだみたいに川崎が餌食になるみたいなさ、マリ代表にやられてみたいな、ああいうのなくなるから、そういう、なんかこう、質実剛健な、点取って点取らせないことに集中しますみたいなサッカーできる11人だったら強いだろうなって思うんですよね。黒田さんが練習締めたみたいな締めた諦めたじゃないのこれ、締めたやるぞ、お前らみたいなこと。 あの大岩さんが中身ないっていうのは外からも中からも聞くから見てるサポーターの人からも、うん、違うあれだけどもうちょっとうんで僕もそう思ってたから,だからそうなるとねもうだって後ろからボールつなげてないのにさホワイトボード前動かしちゃってる人だよ U23 に藤尾と平川選ばれてるけどそっていうか藤尾のキャラクターとかってそれこそねクロス上げる選手を今の日本代表合うけどね黒田ジャパンで U23 とフル代表をねダブルで集められたら強いよね 谷藤井平川とか普通にねフル代表呼ばれてもねだ谷がめちゃくちゃいいんだよねきあのキャッチング安定してるしキック飛ぶしさ、ね、谷ミスないよね最近の権田とかどうなんだろうねあと前川もキックねやっぱ神戸においてちゃんと飛ばせるのでかいんだよね谷とザイオンと権田とか3人キーパーにしてで板倉富安に左サイドバックね昨日あ長友言ったけど長友控えてもいいよ町田で右サイドバック酒井宏樹で てか榊樹一人で二人押さえてなんとかしようとしてたのになんか昨日 X で批判されててかわいそすぎたな榊宏だいぶ頑張ってんだろこれみたいなねであとはマイクマとかかでもあれだよね三笘伊藤の両ウィングにさ左ウィングの控えで中村敬っいいけど平川呼んだしよね両ウィングできるしでトップ下を久保と堂安にして右伊藤順也と、まあ、そっち平川使えるしあとは誰だウイングで今 いいのもう堂安ウイング使えるけどでボランチは遠藤森田佐野海舟最近では田中をになったけどそこに松木玖を入れたよねだ松木玖をトップしたのがいいんだよなだ松木玖をトップしたにして堂安右にするか松木玖生呼びたいあと鈴木いともいいんだよなあとは右サイドバックハンダリクか呼びたいのねハンダリクすげえいいよねセンターバックがあれ本当にちゃんと教えてもああなんのかなみたいな指導受けてないだけどポテンシャルだけでやらされてるからああいう感じになってるよねあともう やっぱ広島の中野君のパフォーマンスが良くて今後も見たくなりましたよね鈴木優今回選ばれてないのが分かるんだけど強制招集権ないからね鈴木優斗いいよねクリューな上がり目のボランチ、まあ、遠藤とかと組ましたらけどトップ下とか4三三のインサイドハーフやらしたいよねでトップがあれか佐藤健一とかね左指使えたけどトップ使いたいよね佐藤健一と藤尾とあと誰だったっけ U23 のトップってなんか誰か重要な人忘れてる感じがする 細谷,だ細谷もクロスの時に背中入るのを増やせたらねいいけどてかバスケスバイロンって日本国籍取れるんじゃあったっけわかんないんだっけまだ黒田ジャパンでポゼッション率高めてクロスのところでしっかり入ってくみたいなチームにできたらすげえ強いと思うんだよねあうちのうまかったよね左サイドバックだよね違うっけバイロンはわかんないそっか日本語名考えたてたから通リュバイロンだからあれだろうねあの梅のロンみたいなねバスケス 移動者を消すだ、ね、移動者消す梅のロンでああそうヘンダーソン的な松木久留伊東純也はバス,バスケスバイロンがさすごいからさいつも最近出てないあれだけどまあ失わないしさ補強えぐいよなやっぱり平川とバスケスバイロンどっちか神戸とかに持ってかれたら辛いよね神戸がウイングちょっと弱めだからね武藤はまだしもうてか今の逆にあれだな町田のサッカーに大迫とか合いそうだし うちの二人いるんだ。サイドバックのうちのめっちゃ良かったね。でもまあ良くない選手いないんだけどな。フル代表でも見たいみたいになると、平川バスケスはすごいよね。だからトップが細、細谷と、あれ今フル代表と、あだから上田綺世に勝たないといけないんだ。上田綺世に藤を勝てるかっつうとまだ分かんないもんね。トップなぁ。だから細谷だよね。バスケスバイロを目指すべき選手はあれですね。怪我しないコマンですね。怪我しちゃけどね、あの、ルイス・ディアスとかそうですよね。いや、そうだね。やっぱトップがなぁ。 タフショット打てる選手が欲しいねそれがな細谷のはずなんだけどな細谷上田がそのはずなんだけどねコマンダーのフォワードでえでもセカンドトップの久保がそれやりますよもしくは松木玖生がやりますからねそうだ松木玖生トップ下で右ウィング久保とかも面白いよねあ熊田よかったね確かに佐藤憲トップの方があってそうだよどうなんだろうなトップだと動き出し悪かったりすんのかね松木玖生は芸人やめてよ踏んづけちゃうから <laughs> コマンダーやってちょっとフォワード日本の ね、ハーランドが欲しいっすねあ,あ小川幸輝か小川幸輝はどっちかトップから流れてくるみたいなプレイヤーなんだね佐藤健とか藤尾は確かに佐藤健偉はトップ使われてるのまだ見てないかな俺いつも左ウイングで見るんだけど藤尾ウイング使ってる感じなのかないやあのマンジョキッチみたいにワントップだと物足りないけどウイングにいたら空中戦強いウインガーとして強いみたいな感じだ佐藤健が空中戦強いもでかいからイメージでそうなってるだけの可能性あるしな そうだね久保達彦までも久保達彦だと守備があれだからな、ね、U23 がねフル代表と融合してまた面白い世代になりますからね私レオザフットボールが監督を務めるシュアボ東京では毎週水曜金曜19時間の練習でセレクションを開催しております場所は都内近郊シュアボ東京で25万人以上に見られながら報酬をもらって本気でサッカーしませんか 多くの関係者が見るチャンネルですし、シュアボから J d が排ー出を目指す僕らとしては、ステップアップも大関係です。概要欄の URL らのご応募お待ちしております。